こんにちは。うす。今日は1月23日の深夜に放送された乃木坂工事中の話をしていくよ。今回は後輩召喚、代理バトル前編、だよ。なんかすごい多層多角形の企画を見せてもらいました。面白かったよ。では、よろしくお願いします。よろしくお願いします。このチャンネルでは乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うので、よかったらチャンネル登録していってね。今日のインデックスはこんな感じ。1、代理バトルの歴史。2、三つどもえ綱引き。3、記憶力。4、貧乏。5、今回のベストショット。最初は1、代理バトルの歴史。ね。罰を受けるのが先輩でプレイヤーが3期メンバーで企画を行ったのは2018年12月。その時は負けるとすぐに先輩が罰を受ける形だったね。鮮明に覚えていたのは、尊敬する白石麻衣に顔面パイを受けさせないために頑張る梅沢みなみ。そして、勝ち切った梅沢みなみの雄たけびがかっこよかったんだよね。テレビを見ている人で涙がこぼれた人も多いんじゃないかな。見ている方が面白いだけでも、その人が一生懸命で、その結果がついてきたら泣けるよね。ま、個人的にはゆったんの色っぽい声が聞けたのが嬉しかった企画だったんだけど、今は話がずれちゃうから後にしてくれ。ゆったんの話は後でじっくり聞いてやるから。それで味方の回想ができてたんだよね。後輩はテレビ番組を気にせずにゲームを一生懸命頑張る1回、先輩は番組を盛り上げる2回。役割の住み分けができている。先輩後輩の絆も良かった。佐藤楓が失敗して、罰を受けた伊藤美沙の方が慰めてたのはいいシーンだったかな。美沙線はそろそろ生まれるんだっけ？野球をやるのかアイドルをやるのかわからないけど、元気な幸運でほしいね。美沙線、ウィキペディアを見たら、弟さんが一昨年の箱根駅伝に出ているらしい。周囲にアスリートが揃ってるお人だ。そんなわけで2期メンバーの時は個人戦の速攻罰ゲームで、今回は団体戦で最後に大きな罰ゲームと、システムが3期メンバーの時や4期生ダービーの時よりも複雑で多層多角形の企画だけど、わかりやすくて面白い。笑ってたら30分経ってたね。今回はセイミアレイと林ルナがいないのが残念でした。次は2、三つどもえ綱引き、ね。召喚されたのは、早川聖羅と弓木直のチーム、神奈川沙耶と柴田優奈のチーム、田村真由と松尾美優のチーム。早川聖羅は4期メンバーの中心にいるイメージあるよね。4期メンバーのリーダーなんだね。そうじゃなくて中心にいるんだよ。リーダーというよりは妹的な存在な感じがする。弓木直は、明るいバカ大好き、理解の境界線のギリギリ内側にいるのが和田麻也で、ギリギリ外側にいるのが弓木直かなと思ってます。弓木直が喋り始めた時の沈黙の金曜日感がすごい。弓木直がアルコ&ピースとレグラーをやっているラジオ番組ね。斉藤飛鳥チームは神奈川沙耶と柴田優奈だったね。今年成人を迎えた神奈川沙耶。オレンジの着物が可愛いね。ウィキペディアによるとマージャン好きで好きなパイは6万。どういうこと？ 6、9万待ちにしている時、6万で上がるとタニャオが作って話？え、私はデザイン的にも好きだよ。上が軽くて下がどっしりしている安定感。6だけで見るとバランス悪い感じもするけど、バランスを崩そうとよろずという土台は揺るがない。多分神奈川沙耶が好きな理由とは違うと思うよ。田村真由と松尾美優のチーム。田村真由の言い回しが好きです。先輩との絆を崩すわけにはいかない。すでに構築した絆があるんだね。はっきり言い切れるのが素敵です。松尾美優は私にとってはラジオのイメージが強い。乃木坂46の乃木坂に相談だ、だね。こうして見ると、松尾美優は綺麗だね。港区女子っぽい。あんた、長い髪を左右のどちらかに流していると港区女子って認定してない？ワンレンボディコンを今風の言い方にすると港区女子だと思ってるだろ？そんな4期メンバーが頑張っている中、立ち位置をどうしようか考えているのが斉藤飛鳥だったね。みんなが優しいから、変化をつけるために S をやろうか考えてた。けど、本物のド S の設楽治虫がいるから、優しい先輩に戻っていったね。あんた、カップスターの YouTube で斉藤飛鳥について解説されてるの見てから見る目が本当に変わったよね。次は3。記憶力、ね。設楽治虫が、コツをつかめば簡単ってタモリさんが言ってたって言ってたね。笑っていいともの増刊号でやってたね。観覧席のお客さんが適当に言った30個ぐらいを順番通りに繰り返してた。あ、笑っていいともが終わったのって8年前なんだって。そろそろ10代の若者は知らない昔の番組になってると思うよ。召喚されたのは3人。1人は北川悠理。前回の B 級ニュースから思ってたんだけどさ、ちゃんと声が出てるんだよね。
彼女は彼女のペースに合わせれば、そのスペックを十分に発揮するんだよね。佐藤理香は今年成人式でした。成人式の時の YouTube を見た時からずっと思ってたんだけどさ、久保志織が回しをしていて、落ち着いた色合いの着物を着ているから、成人した若者を引率している仕切りのお姉さんに見えるんだよね。番組では佐藤理香は泣いちゃってたね。泣いちゃったというか、設楽治が待ってたんだけどね。3期生の時も向井葉月が大号泣してたからいいんじゃない。立場が変わっていたら薬母美代も泣いてたろうし。そんな薬母美代、私の中では乃木坂スキッズのフアンちゃんのイメージが強いね。筒谷あやめが演じる占い師に無理してませんかと言われているのがつぼりました。先輩たちが召喚する4期メンバーを発表している時に難しい言葉を言っちゃえばいいんじゃないかって言ってたね。あんただったらなんて言う？ん？ドルコスト平均法かイエクシススリムオルカンかな。あんた去年からやっとニーサとイデコを始めたからそっちに興味がありまくるのね。インデックス投資をしているみんな、むしろここ3年ぐらいが異常だったんだ。今後5年ぐらいはアメリカ経済が冷え込むって話だけど、落ち着いて積み立てていこう。個別株は知らん。自分に言い聞かせているのかな？次は4。貧乏、ね。柴田優奈は余裕だったね。新体操をやってたって話だね。南ちゃんに憧れたんだね。マリサ、もう南ちゃんっていうのは伊藤麻子って芸人の元ネタにそういうキャラがいるらしいぐらいの立ち位置だと思うよ。ついでに、伊藤麻子がそんなネタをやってたのを知っている人も少なくなっていると思うよ。今回、柴田優奈の柔軟性がすごかった。というよりは、他の二人の柔軟性がなかったね。遠藤桜に至ってはリンボーダンスのやり方さえわかってなかったっぽい。その遠藤桜の例の騒ぎに対して一言。そんな騒ぐことかい？って役をやりたいって手を挙げるぐらいなんだから、そりゃオシャレなり自分を着飾ることなりに興味がないわけがなかろうよ。架橋さやかは腰を痛めながら頑張ってたね。限界を超えてたんじゃしょうがないよね。前の二つのゲームにあった必死な感じがなく楽しい時間でした。レッツリンボー。最後は5。今回のベストショット、ね。遠藤桜を桜、と呼ぶ樋口ひな。上品な北川優里。どういう意味かよくわからなかった4期メンバーの嘆き。テロップでは遠藤、って出てますが、樋口ひなは桜、って言ってます。仲がいいことはいいことよね。さくちゃん、じゃなかったのが、勝手に嬉しくなっちゃったよ。YouTube のコメントを見ると、さやか、ゆな、と言ってるみたい。嬉しくなっちゃうね。記憶力のゲームで北川優里が思い出す仕草が上品だったね。人を指す時の仕草や自分を指す時の仕草に優雅さを感じちゃった。記憶力のゲームで薬母美代がどうにか思い出した時に4期メンバーからため息が漏れました。ごめん、本当にあれが何だったのかわからない。薬母美代が嫌われてるって話じゃないだろうけど、なんだろう？別のチームのメンバーの声だったんじゃない？薬母美代のチーム以外は薬母美代が失敗した方が自分たちの負担が軽減する。真面目に取り組んでるってことだよ。綺麗事を言えば、敵味方を超えてリスペクトするのが理想だし、先輩たちはそうしているけど、プレイヤーの4期メンバーはまた違う気持ちがあったかな？さて、2月の上旬に星野みなみと新内舞の卒業セレモニーがあるね。まん延防止など重点措置が適用されて、1月27日は東京の新規感染者数が16,538人。開催はちょっと厳しいかな？応募はしたけど、どうなっちゃうかね。もし当選できたなら、ルールを守って見送ろう。なるほどと思ったら高評価、全然違うと思ったら低評価をしていってね。皆さんはどう感じました？思うところをコメントで書いていってね。これから、乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うのでよろしくね。